北府中駅は東京都府中市、晴海町2丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM34。もともとは中央本線国分寺駅から多摩川までの東京砂利鉄道の専用鉄道の途中に位置していた。その後鉄道省が東京砂利鉄道を買収。この線は中央本線貨物支線となる。一旦、 国分寺駅構内側線扱いとなった後、国分寺東京競馬場前館が東京競馬場へのアクセスのため、中央本線の旅客支線として開業し、中間駅として当駅が設けられた。戦時中に東芝府中事業所の従業員輸送のため、客扱いが開始され、戦後には仮上工場となる。一旦信号場に格下げになったものの、 正式な駅として再開されている。その後、武蔵野線開業とそれに伴う下河原線の旅客営業廃止に伴い、当駅も武蔵野線に編入され、貨物線廃止後も武蔵野線の駅として現在に至っている。なお、下河原緑道の歴史説明版に東芝前との記述があるが、当駅を正式に東芝前とした記録はない。以下、下河原線として、 開業時点からの歴史概略を合わせて記す。島式ホーム一面二線の地上駅で、武蔵野線と並行する東京都道17号所沢府中線の歩道橋及び東芝府中事業所への連絡口通路が一体となった京上駅舎を有している。この東芝府中事業所への連絡口は、同社の関係者専用であったが、2014年3月30日より、 線路沿い西側に飛行庁方面へ通じる東芝町地内歩行者専用道路が設置されており、その出入り口階段までは一般客も通行できる。ただし通行可能時間は初電から終電までである。府中本町駅が管理する業務委託駅で JR 東日本ステーションサービスが受託する。指定席券売機、自動改札機、エスカレーター、エレベーター設置。 緑の窓口は2009年5月31日をもって営業を終了した。ステーションカラーは新緑色。駅西側には複数の側線が引かれ、そのうちホーム側の側線は時折降輪列車が入線し、補線工事の資材置き場として使われるほか、ホームから遠い側のものは隣接する、東芝府中事業所へ続き、落成した。 電気機関車の試運転や搬出に使用されている。また東芝が製造する電気機関車搭載する機器や、その他受注した鉄道車両に搭載する機器の試験などのために、保有する EF65 系電気機関車や、校内入れ替え用の入れ替え動車などが留置されていることもある。かつては、線路上に動物などの派手なペイントが施された103系電車と湘南色をまとった。 荷物電車が留置されていたが、塗色の塗り直しや改造を経て両車は2021年にポッポの丘に上渡され展示されることとなった。EF65 系電気機関車などの車両は、港内北側に移動している場合もあるが、多くの場合武蔵野線車内から見ることが可能である。また、武蔵野線の建設工事中には、専用線を曲がりして、 中央本線の支線の仮設ホームが設置され、現在の京城駅舎とは、東芝府中事業所への古戦橋で連絡していた。かつては、駅東側に隣接する府中刑務所への専用線もあり、刑務所内で製造された製品輸送に用いられていたが、すでに撤去されている。府中刑務所の西側には、線路が引き込まれていた、際の壁の凹みと、 当時使われていたシャッターが残っていたが、刑務所外壁工事により撤去された。駅の南西側の日本製工所東京製作所、駅の南側の螺旋道路付近から富士見通りを東に進み、旧陸軍燃料所へ至る専用線も存在した。二千二十年度の一日平均乗車人員は千四百十八人で、武蔵野線内十六駅中船橋方店駅に、 ついで18位である。ここ10年は増加傾向にあり、減少の位置をたどっている、三里駅を上回っており、2020年度には東所沢駅を超えた。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。改札を出て、左側が、府中街道、右側が、東芝府中事業所及び歩行者専用道路への連絡口である。付近には、 府中刑務所、国際連合アジア犯罪防止研修所、法務省強制研修所、府中インテリジェントパークや府中中央公園、府中市民球場がある。すべて京王バスにより運行されている。定期列車は設定されていないが、当駅から武蔵野南線、南部線に直通する。旅客列車は、府中本町駅の線路構造上、当駅方面からホームのある線を経由して、 武蔵野南線、南部線と行き来できないため、当駅に停車する列車もある。注車区出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。